こんにちは。こんにちは。今日はこっちょり簡単に作れるキムチを作ります。材料は白菜1/4、ニラネギ、大根、それだけです。白菜を切り込みを入れます。食べやすく 3-4cm ぐらいでカットしてください。カットした白菜をボウルに入れます。ボウルにお塩を50-70g、お水1リットル、でかき混ぜてください。十分溶かして先切った白菜を塩漬けします。こういう感じで塩水で塩漬けを しながら約30分ぐらい塩漬けして、上下かき混ぜて30分間置いといてください。大根千切りをしているものと、ニラネギ切ったやつをボウルに入れています。調味料は唐辛子50、塩、おろし生姜、おろしニンニク、本だし、砂糖50、さっきの野菜の材料に具を味付けします。唐辛子、砂糖、塩2杯、本だし3杯、おろし生姜2杯、おろしにんにく3杯、これでかき混ぜてください。今日はキムチの浅漬けですから、すぐに作ってすぐに召し上がれます。こういうふうにあえてちょっと置いといてください。こういう感じで30分ぐらい塩漬けします。
10分おきで上と下をかき混ぜてください。今は30分経ってぐらい経ってますから、じゃあ塩抜きをします。はい、さっきの白菜を入れます。鮭の具を入れながらキムチをつけます。これで混ぜます。これは浅漬けですから、シャキシャキして歯ごたえが良くて美味しいです。こんな感じですくってください。すごく簡単にできる気持ちなんです。夏はこういう感じで冷たく冷凍庫に冷やして食べると美味しいです。次は盛り付けをします。出来上がった気持ちを盛り付けします。はい、美味しくできました。チャンネル登録もお願いします。